アンドレアス・リバビウス・ローテンブルク・オプ・デア・タウバーの歴史館のリバビウスの実験室の再現展示、錬金術論1597年、アンドレアス・リバビウスは16世紀ドイツの学者、医師である。1597年に執筆した錬金術論は史上初の体系的な科学教科書とされる。本名であるドイツ語名はアンドレアス・リバウであり、またはシリウス・デバルナとも名乗った。 ハレアンデ・アザーレに生まれ、1576年からビッテンベルク大学、イエーナ大学で哲学と歴史を学んだ。イエーナでは医学も学んだ。1581年から教師を務めた後、1588年にバーゼル大学で医学を学び、医師の資格を得た。イエーナ大学で歴史と資学の教授となり、医療紛争の判事も務めた。1591年に、 ローテンブルクオップデアタウバー氏の医師になり、学校監査員も務めた。1606年にザクセンコーブルク校、ヨハンカジミールの招きを受け、コーブルクに新設されたギムナジウム、カジミリアヌムの校長となり、募するまでその職にあった。進学の分野での著書は、バシリウス・デバルナ名義で発表し、イエズス会のヤーコップ・グレツアーに反対する立場を取った。1597年の、 錬金術論は最終章を賢者の石で締めくくるなど錬金術を信じながらも実際的な科学の研究の道具や方法を解説したものでアンモニアと同音の反応による定食反応なども記述されているパラケルススの記述への批判も見られたその他の著書に医学的な記述と考察を行ったシングやレリアトラクテタスメルカスフィシカスウントイストリアで フトレフライケンキャシミリアニションソーアーブラナン、インター・リビンスタイン、ニヒトフェルン・フォン・シュマルコルデン・ジェリガニア、1605年に発見し、スピリトス・フーモンズ・ラ・バビーと名付けられたエンカスズについて、記した、シンタグマティス・アルコミ・アーカノーラムがある。ありがとうございます。